ペンネームルナさん、プロ志望の方です。オリジナルキャラクターです。海外のイラストのような色使いが好きなのと、彼はマッドサイエンティストの設定なので、うん、とにかくカラフルで目に痛いくらいの色使いにしてクレイジーさを出しました。全体的に色の統一感がなくなってしまったので、統一感を出す配色やカラフルな色使いでもまとまる仕上げ方を教えていただきたいです。またデフォルメキャラクターの色塗りをする上でコツがあればアドバイスをいただきたいです。はい、ありがとうございます。ですね、こちらのイラストめちゃくちゃ構図が良いというかバランスが、収まりが非常に素晴らしいなっていうところにまず感動したのと、懸念する心配がないくらいにかっちりとデフォルメキャラクターに合った色使い塗り方をされていて、本当にクオリティの高いイラストになってるなっていうところで正直びっくりしたなっていうところがあります。で、そこからですね、なんか自分なりにここのイラストもっと良くなるにはどうすれば良いかなって考えたところ、このような感じで添削させていただいたんですけど、変わったところとしてしましては、配色の部分ですね、黄色みを消してピンクよりちょっとマッドサイエンティストっていう設定があったので、紫よりの、色でこう全体的に仕上げて、でワントーン明度を落としております。なんかそうすることによってちょっとダークっぽさが出るので、そういった色の調整をさせていただいたというところをやらせていただきました。すごく印象変わりましたね。はい、質問にもあったように色をたくさん使っちゃうとやっぱりどうしてもばらつきが出てしまうんですね、で今回その、なんかフラスコから出る煙がよりこうなんかマッドサイエンティストっぽいところを醸し出してくれるなって思ったので、あえてそこをちょっと目立たせる形でなんかこう黙々を後ろで渦巻くような感じで、その博士からこうなんか渦巻いて見えるような形で、エフェクトというかその演出を書かせていただきました。もしここからちょっとね時間あって手を加えられるのであれば、せっかくそのフラスコとかこの博士 の, キャラクターを引き立たせてくれてるアイテムを持たせてあげてるので、そこをちゃんと全部収めるような形になったらもっとより良いのかなというふうに思ってます。なのでこっち の, 左手、こっちの部分ですね、全部こう書いてあげると、書いてあげて、でそこからこうフラスコからこうなんかもくもく出てるような演出が見えた方がよりなんかストーリー性というか、なんか設定付けというか、なんかそういう奥まったものができるんじゃないかなというふうに思っております。